はい、顔デカ短足でございます。今日はですね、 iPhone で YouTube 動画を撮るときにちょっと音がね、いつもこれだけでね、本当は画像は撮れるんですけども、今ちなみにこれ iPad Pro の 9.7 インチの昔のやつですね。 iPad Pro 昔のやつで撮って、で、これで撮るだけだと音がいつも足りなくなるから、このね、タスカム DR5 っていうやつでね、いつも撮ってるんですよ。で、まあこれはちょっとね、その辺に置いとけばいいんだけど、まあこの辺に置いときますね。聞こえるかな。で、これでいつもね、撮ってるわけです。で、いつも iPhone で簡単に撮れますよ、撮れますよって言うけど、音がね、iPhone だと音が足りないと。で、まあ、iPhone じゃなくてスマホでもね、音が足りなくなることがあるんだけど、スマホよりね、iPhone の方がね、音がちょっとね、音量がどうしてもちっちゃく取れて、音量稼げないので、いつもは一眼レフカメラで撮るときはね、モニターにまた線つないでね、撮ったりもしてるんですけど、オートフォーカスがね、僕のはニコンの D750 っていうのを使ってるけど、どうしてもね、オートフォーカス効くけどね、フォーカスがね、すんごいガクガクガクってなってね、こう、いちいち動くたびにガクガクガクってこう、フォーカスが動くんですよ。で、ちょっと使いづらいし、もっと手軽に簡単にできないかっていう時に、やっぱり iPhone もね、別に画質は、一眼レフカメラより落ちますけど、身軽さというか手軽さにおいてはね、やっぱり iPhone とかもいいので、今日は iPhone で理想的なこういう感じのね、で、撮り方ないかなっていう、自分なりに一応、研究していこうということで、で、タスカムさっきこれね、別に撮ってるから、編集時に合わせないといけないのでね、音と画面がずれちゃってるから、それを合わせたりして、で、そういう面倒くささがどうしてもあるので、面倒くさい作業があるので、もともともう、これで一発撮りして、音もちゃんと入ってるっていう、一本のファイルにね、なってるのが理想的ではあるので、そういうのを含めてね、ちょっとね、いい方法がないかなと思って、マイクを何買おうかと思って、もうかなり迷ってね、でも一応なんかとりあえず買おうと思って、Amazon でね、これ買ったんですけどね、ちょっと下テロップ貼っときますけど、んで、買ったんですけど、でね、本当はね、これね、これ直接つなげないのでね、端子がこれ、iPhone の方はね、もしこれ買うときはね、これがちゃんと iPhone 用の普通の端子につなげるやつがあるかどうかね、ちょっとこれ、まあ、売ってるんですけど、意外と高かったりするんですよね。これ、確か、買うとついてくる時もあるので。で、今これ、つないで、で、このコードがね、1メーター、約1メーターあるんです。だから1メーターぐらいだったら別に取れるんですけどね。それ以上になると、厳しくなるので、私は2メーターの、ケーブル、延長ケーブル、オスメスのやつね。これ買いました。で、IXCC って書いてますけど、これもちょっとまあ下に、なんかテロップとあと概要欄にも、リンク貼っておきますので、よろしければ見てくださいということで、そうして、まずこれ買って、これも買って、さらに、これも買いました。魚眼レンズ。で、広角レンズ。魚眼と広角が入ってるやつ、それも今ここに出しておきます。これはね、
本当は100円ショップのやつ買ったんですよ、一回、硬化、魚眼か。したらね、使えなかったんですよね。だから、まあどうしようかなと思って、迷ってはいたんですけど、これもね、買いました。2500円ぐらいしたかな。で、これね、今、前の時はね、これね、こっちが広角と、マクロレンズ。これを撮るとマクロレンズになるんですよ。こっちがマクロレンズね。これ本当かなと思うかもしれないけど、マクロレンズでございまして。で、こっちがね、魚眼レンズですね。魚眼。ちょっと試してみましょうか。これ魚眼。どうですか？汚いから、ちょっと待って。汚いね。こんな感じですよ。で、次ですよ。次、こんな変わるんですよ。で、これ広角ですね。広角こんな感じですよ。それで、さっき言いましたけど、これが1メートルしかないわけです。で、実際ね、今ね、まあ、1メートルぐらいあるんだけど、多分ピーンとこのコードが張っちゃうんですよね。この距離だとね。それで、どうするかというと、これ今、画角が広すぎるというか、あれなので、もっと近づけてやるのは、ちょっとこれね、これかなり近づいてもね、大丈夫なんですよ。こんな感じでね。こんな感じで近づけてやっても多分いけると思います。そして、今ね、測っちゃいましょうか。口から。私の口元から、この撮影までの距離。65センチ。65センチです。そしてですよ。iPad Pro。この iPad Pro はね、この端子でいけますからね。いいですか？今、装着しますね。装着。そして、これは一応オフにしておきますからね。今こっちで。でね、クリップになってます。クリップ。クリップ、クリップ。よし。これをね、こうつけます。で、もうこんな感じで、今、こっちに切り替えますね。切り替えました。はい。ボソボソってなってるかな。この距離だったら、ケーブル全然ね、こう、近くになって、ほんとね、例えばね、商品紹介で、これが新しく買った iPhone ですってこうやるときに、あの距離はさっき1メーターぐらいあったじゃないですか。1メーターだとうーってやんなきゃないけども、この距離だともうね、軽くこう手を、まあ、こんぐらいで伸ばしただけでこういけますから、ものすごい楽なわけです。だから、正直これね、いるかと言われると、いらないとも言えるんだけど、でもね、やっぱね、こうね、ケーブルの太さ見てください、全然。こっちの方が全然多分ね、綺麗になるかもしれないけどもね。じゃあもう一回、ちょっとタスカムに音を戻します。タスカムに音を戻して、ケーブル別に、せっかくいいケーブルを、ね、この、IXCC のいいケーブル買ったわけですから、これにしちゃっても全然いいわけですよね。カチッと。で、こっちも。よし。で、もう一回ここに。よし、いいかな。で、これ、またオフにして、じゃあ今こっちに切り替えます。ボコボコボコって。多分触ってるとノイズが。どうですかね、クリアーさ。多分ね、配線が変わったからって、
大勢は変わらないと思いますけど、でね、驚くべきことにね、このね、延長コードとか買うときにね、注意しなきゃないのがね、4極と3極っていうのがね、出てくるんですよ、このケーブルで。で、調べたら、3極というのはね、ヘッドホンしか使えないらしいんです。で、4極はマイク機能がもう一本ここに入ってんのが、これも4極だけ。これ4極ケーブルを買わないとね、マイク機能が使えないらしいですから、ここちょっと注意した方がいいと思います。で、多分これね、今入ってるでしょ？で、広角でもね、近距離で今65センチでやれますけれども、今ちょっと、こっち変えますから、魚眼ね。僕ね、魚眼好きなんですよね。で、魚眼すごいでしょ、今。すごいでしょっていう言い方もあれですけど、もっと近づけて、上の神棚まで映っちゃってるからね。これ、どうですか？これ好みの問題だと思いますけど。魚眼はさらにね、さらにこれね、私の口元から55センチです。55センチ。で、これね、どうですか？で、こう、パッとね、こんな感じでございますよ。で、結構ね、このレンズでかいのね。広角が少しでかいんですけどね。ちょっとあれかもしれない。33.4mm ございまして、すごいですよね。どっちが好きかなっていうところなんですけどね。で、もうちょっとね、今ちょっと低いんですけど、もうちょっと高い位置からこう、やるとこう、面白いのかなとも、思いますけどね。それはまあ、あれですよ。なんか、とりあえず、三脚、これちょっとね、ミニ三脚なんで、高さ稼げないんでね。あれですけどね。どっちが好みかなーっていうところですね。魚眼もいいけど、そう、外すとこんなになっちゃいますからね。それを広角つけただけで。でもまあ広角の方がちょっとやっぱりこう、安心感がありますかね。うん。こんな感じでですね。で、これだったら、本当3つ買ったけど、まあ、このケーブルは、買わなかったら買わなかったでもいいし、それに、外でね、撮る場合も、iPhone で、パッとね、例えば、これ、こういう、これね、マイクスタンドなんですけど、ギュイーン徳川さんのね、カメラガジェットの有名な、ギュイーン徳川さんの、動画で紹介されてたんで、見て買っちゃったんですけども、本当ありがとうございます。貴重な情報。実はマイクスタンドだけど、卓上三脚みたいに使えんじゃないのみたいな感じ。すごい重いんです。で、これね、もうね、ミシン、ソーイング動画でもこれ大活躍でございます。これさ、ありがたい。まあ、動画のリンク貼っときますから。動画のリンクのその下にまた、ここで買うといいよっていうのは、その、ギュイーン徳川さんのチャンネルの概要欄にありますから。そこから、購入されてみてはいかがでしょうかという感じでございますけども、そこの上に、このね、なんだっけ、シル。これなんて読んで、シンビトロン。ちょっと読めないんですけどね。これビデオ用三脚みたいなのを一回買ったんだけど、使ってなくて。で、たまたまこのネジ穴があったので、これ、使ってなかったのはね、生き返りました。で、これにね、100円ショップで買ったスマホ用のスタンドがこうあるじゃないですか。あれね、パーッとやってもいいでしょうし、あと、外だったら、ちょっとお待ちください。これね、
これもね、あ、これちょっと外すか分かんないな。これもね、かなり昔にアマゾンで買った、か、風の子って書いてあるな。これ意外とね、まあレビューはそんなにものすごいいいわけじゃなかったけど、これすんごい使える。台所で使ってまして、台所のあのサッシの縁のとこにパッと、あの、ちょっと待ってね、サッシのあの縁のとこにね挟んで、でこれね、これ三脚用の、100均行けばもっとチャチなやつ売ってるから、まあそれでも全然いいと思うんですけど、でこれこうつけてですね、これかなり使えますよ。で外に行くときはね、小型三脚でもいいだろうし、これとかね挟めるんでね、その辺僕よく裏山とかでも撮ろうかなと思うんだけど、そういうときねローアングルすぎる時があるんでね、もう木の枝とかでパーンとね止めて、でここのつまみでこれ一応360度、こう360度じゃねえな、180度でもない、ちょっとここだけに、ここだけくぼみになってるんで、ここに合わせるとちょっとなんとか直角になってるかな。実は直角じゃないんだけどね、実はね、ここ直角じゃない、真横にならない、ちょっとだけ足りないかなっていうぐらいだけど、まあこうやればなりますので、ここの穴のところにね、うん、でまあこれでもいいし、小型三脚でもいいですよ、本当の。まああるけどめんどくさいんで持ってこないですけどね。でこれにパッと挟んで、その辺にこう、何でもいいです。まあまあまあ。本当はこれ挟むやつじゃないけどね。別にこれだっていいわけですよ。こんな感じで。どこでも挟めますからね。そんな感じで撮ってみてはいかがかなっていう。そう。そんな感じですね。なんせね、本当はお金がね、いっぱいあったら、カメラ買っちゃった方がいいんですよ。オートフォーカスがきちっと効くやつね。今、動画機能もかなりね、充実してきても、性能が格段にアップして、多分 YouTube の影響もあるのかな、ニコニコ動画とかね。それで、なるべく高画質で撮りたいっていう人もね、いるし、まあそこがまた、ね、一つの楽しみでもあるんですけれども、ただ、やっぱ学生とかね、僕なんか特にそうだったが、お金がなかったらカメラ一台いくらすんだみたいな、レンズと合わせてね買って、まあでもまあ買いましたけどね、買ったけどやっぱりこのでかいじゃないですか、一眼ってね。でまあミラーレスももちろん出てはいるけど、ちょっとこのケーブルとマイクをね、今ポーチになってるんですよ、この広角レンズもね。ポーチになってるから、これと、まあ、iPhone と、あとマイクケーブルね。で持って、表出たら別に表でも、あ、撮りたいなと思うときに、この装備だったら撮れるんですよね。だから、ちょっとね、カメラに、ね、やっぱりお金をかけたくないという方もですね、この装備さえ揃えていただければ、いくらでしたっけ？いくらでしたっけね、これね。ね、ちょっとね、マイクがね、これがね、2780円したんですよ。で、ケーブルが2メーターのこのケーブルね、799円してね。で、このレンズがね、2380円でございまして、まあ、5000円、6000円、7000円、いくらかな、わかんないけど。まあそういう感じでございますね。という感じでございました。今日も20分になっちゃいましたけど、こんな感じでございます。さよなら、ありがとうございました。さよなら。よし、これを
体重計やるわ。